Peggy 12.中なのか？懐かしいわ。ここでもいろいろあったわね。そうだな、うまい飯屋もあったな。いや、飯の話じゃねえよ。超えるスープを作ってきてくれたら、8人分の食料もついでに水だって全部タダでくれてやるぜ。面白い。その話に乗った。あったぞ、こいつがサンディシェルだ。こんな簡単に見つけるなんて、サンディすげえな。次はサソリの足肉を手に入れればいいのよね。よし、この辺のサソリ全部倒すぞ。おい、そんなに生え切る必要はねえぞ。サソリの足肉なんて一つで十分だからな。なあなあ、待て待て、やってやるぜ。ちょっと量は少ないけど、なかなかうまいぞこれ。ほとんど食っちまったって怒ってるぞ。案内するからここから出ていけ。でさ、ごめんね。暴れるぞ。やるか。刀のサビにしてやる。わはっ、これで元気になるぞ。サンダーボルト、レディーにはこの特別な一皿だ。助かるわ、サンジ君。いやいや、男として当然です。いっちゃやってやるか。
行くぞ、勝負だ。来いよクソ野郎。行く。トレインタフルール。だから言ったろ、俺は一人で平気だってよ。無事でよかったわ、ウソップ。一刀流、いよい、シシソンソン。船長の邪魔だ、道は開けてもらう。俺は強くならなくちゃいけねえ。